はいどうも、レッドスターと申します。今回、動画を上げていきますのは、こちら、と言いますと、今ここにデッキがあるんですが、ヴァンガードの、こちらのデッキ実はストレージで買ってきたものなんです。たまたまこのあれですね、クロノジェットドラゴンが入ってるトライアルデッキ G の、トライアルデッキ01なんだっけな、ギアクロニクルの一番最初のトライアルデッキかなが、まんま、ストレージに入っていましたので買ってきました。でちょっとそこのストレージ見てて思いついたのが、ストレージにあるカードだけで、デッキって組むことができるのかなと思いまして、まあ、実際これでトライアルデッキ自体が、1個丸々入っていたっていうのがありまして、この中のカードを、さらにストレージのカードと取り替えることによって、デッキを作っていくっていう風なことをやっていこうかなと思います。まあ、例えば、完全ガードが、まあ、2枚ありますけど、もう2枚追加するだとか、さらにこれを、別の完全ガードに変えたりとか、まあ、なんで思いついたかってのに一緒に付随するんですが、まあ、意外と昔の光ってるカードとかあったので、まあ、それらを取り替えて当時の環境のデッキであったりとかって、まあ、どれぐらい今組めんのかなって思いまして、そういったことやっていこうかなと思います。ので、これからちょいちょい上がるのは多分ストレージで拾ってきたカードを、まあ、紹介していくような形で、やっていこうかなと思います。ちなみにもういくつか買ってきたので、それもちょっと、まあ、バラバラと、まあ、動画にしていけたらいいかなと思います。それでは、次から、まあ、ストレージのカードの紹介とかも挟むと思いますので、興味がありましたら、またご視聴お願いいたします。まあ、このデッキはまあ、カードリスト見てもらえば、わかるかな？ギアクロのトライアルデッキを。はい。というわけで、まあ、今回の動画はここまでになります。次回以降、まあ、ちょろちょろと、まあ、ストレージの買ってきたカードを紹介したりとか、まあ、今まで通り、買ってきた商品の開封動画なりを上げていこうかなと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。